丈夫、レインボー何回目だったっけ。3回目です。3回目だよね。じゃあちょっと畑、ここの畑初めて。はい、初めてということで、はい、今からトラクターをねかけるので、はい、ここのマルチをきれいに、あの利用者の皆さんと一緒に剥がしてもらいたいです。はい、でなるべく利用者の人たちにしっかりやってもらえるように、あのまず思ったようにやってみてください。ちょっと職員はちょっと手を出さずに、はい、はい、あのいろいろ呼びかけたりしていいのでね。はい、はい、お願いします。じゃマルチを探すのをどこからどこまでやったらいいのか彼は分かっていないようですね。話しかけたりしたんですけれど違うことをして止まって、作業は分からなくなっています。少し経験のある人は自分からマルチを剥がしてカゴに入れるっていうことをやっております。あまり経験のない人は立ち尽くしております。今日3回目のボランティアさんは、個別に利用者の方に声をかけています。ではやる場所が分かったようですね。今作業をやり始めて5分が経ちました。一人ではなかなか難しい方は促しながら声をかけてやっています。マルチは土にしっかり埋めてあるので手で取れるところは取ってカゴに入れていますね。ただ手だけだとなかなか土に埋もれているのは取りにくいものがあります。彼はみんなから離れた場所で、マルチを剥がすっていうことについてはあまり話が入っていないようで、離れたところで様子を見ていたようです。で個別に声をかけられて動き出しました。どこで何の作業をするといいのか個別に伝えられると、マルチを剥がして集めるというのは分かりやすい作業ではあるので黙々とやってくださいます。ちゃんと土を払ってカゴに入れるということをやってくれてます。草を取り分けてマルチのみをカゴに入れてくれています。
彼の場合は草取りとマルチが一緒になってしまっていますね。同じカゴに草もマルチも入れています。これの場合は取りやすい手で取れる範囲をやりながら移動して自分で動いています。これもマルチ取る？そうだね、土に埋まってるの大変だね。頑張って。彼もマルチだけきれいに取りたい、取ってくれるという人ですね。で、土に埋もれているのはやはりスコップでしっかり取らないときれいに取れないので、職員の方で、そこをやっています。職員が掘った後のマルチであれば、引っ張るとすぐ取ることができるので、結構ね、立って棒立ちになっていた利用者さんも取りやすければ集めることができます。思い思いに皆さんそれぞれやっているっていう感じですね。よし、じゃあここから手を加えようかな。うん、じゃあこれ持つ係やってくれるかな。これで兄さんが持ってくれると入れやすくなるので、だんだん近づいてきて、こっち。そうそうそう。はい、ありがとう。任せたい仕事があります。こっちまで来てください。マルチね、ちょっと田中さんと一緒に後でやろう。豆取り、うん、豆、これ豆さ、見て、これ上の方持つと落ちちゃうから、この下の方持ってこう引っこ抜いてカゴに入れる。土落としてね。にっせにっせ。あ、上手。にっせ。ま、豆が落ちないようにそーっとやってね。豆すぐ落ちちゃうから、ね。くん、じゃあこれ全部引っこ抜いて、終わったら軽トラに乗せて。にっせ。わかりましたか。はい。はい。これ、黒塚に任せたからね。お願いします。ゆうきくん。さあ、一人で任せて、すべてやり終えれるでしょうか。お願いします。すごいね。
すごい、すごいね。ジャ君すごい。多少ビニールと草が混じったりしててもダイナミックに動いてくれてるので、このままちょっと様子を見ます。いっぱいになった？じゃあ兄さんに渡そうか。あ、兄さん、ジョー君からもらってね。口開けといて。そうそうそう、手でカゴから、そうそうそう、中入れて、そうそう、こぼさないようにね、気をつけてね。はい、さん持っててくれるから、はい、やってください。はい、その一畝が職員が掘り起こして、美容師さんが全部集めてくれてます。っていうのがなかなか言えないかもしれないけれど、周りのスタッフが気づけばいっぱいになったやつを入れて次の畝に行けますね。さあ、彼は何をしているでしょうか。あれ、まだやってない。あれあれ、お話夢中になっちゃった。もっと入るよ、これ。もっと入る、もっと入る。これ、もう任せたからね。こっちも、こっちもやるの？はい。はい。お願いします。せい。全部取りましたか？全部取りました。軽トラに乗せましたか？乗せました。バッチリ。軽トラに乗せた？はい。軽トラの続きあった？あったね。まだあとちょっとあったからね。はい。こっちは？お願いします。こっちは？こっち順番こにしこ。こっちは？はい、ここから先お願いします。今回の活動の感想として、難しいって部分が大きかったですね。複数人に一斉に教えようとしても聞いてはくれないと思い、一人一人に寄り添って教えようと努力はしました。みんながきちんと作業できるように考えるのは楽しかったです。その人がどういう性格でどうしたら作業をしてくれるのか、その人に合った仕事は何なのかをすごく考えました。きっとこういった思考は福祉の面以外でも社会に出たら必要なことなんだと思い、非常に貴重な体験をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。支援者の声かけによって利用者の皆さんが作業を進めていく様子がご覧いただけたと思います。大学生ボランティアの西村さんも3回目とは思えないほど利用者さんと交流ができていて、つきっきりにならないよう部分的に支援しながら全体の作業が円滑に進むよう動いてくれました。利用者の皆さんはそれぞれできる作業に違いがありますが、ゆっくり少しずつできることが増えていくことも支援者の喜びの一つです。
農業者の皆様、利用者の皆さんはやり方がうまくわからないと動きが取れないこともあるかもしれません。しかし今回のようにどこで何をどんな風にやったらよいのか一人一人に合わせて伝えていけば、チームで動いたりその人が活躍できる場面がたくさんあると思います。概要欄にレインボーワークスのホームページと連絡先を載せましたのでお問い合わせください。可能性がたくさんある農福連携、始めてみませんか？